まあ、告知と言いますか、一応ね、レディオガガの全国一斉タミヤチャレンジカップデーですね、10月28日開催もちろんいたしますので、まあ、簡単に告知だけね、ちょっとさせてくださいね。この場をお借りして申し訳ありません。当然タミチャレ GT をやります。タミチャレゼロ、そしてタミチャレ M ですね。あとね、トラックレーシング、実はね、ちょっとごめんなさい、うちの、まあ、見ていただいている方がいないかもしれませんが、うちのね、このタミチャレの申し込み用紙にトラックレーシングのところにね、ライトチューンモーターってあるんですが、これ間違ってまして、もう訂正をタミヤさんにお願いするのもね、ちょっと申し訳ないなというところで、これは 10.5 のブラシレスモーターのリフェでやりますんで、TRF と同じレギュレーションですね、になっております。そして晴れてればね、外でエンジンカーグランプリという形で5カテゴリーですね。でゼロの方はもし人数、ね、3人以上いなければ、タミチャレ GT と一緒に入れてしまって、まあ、ゼロの対象の方だけを、同じヒートにするっていう形でやっていきますので、もしよろしければね、まだエントリーね、空いてます。でおそらくですけど、そんなに多く、ね、集まらないと思いますので、レースの方のね、タミチャレ GT の KV であったり、タミチャレ M のモーターの速度もちょっとね、普段ね、レディオガガのもしイベント出られたことある方ならご存知かと思うんですが、うちのレースってものすごい超高速回転なんですね。めちゃめちゃ速いんですよ。まあ、よく言えばテンポが速いっていうね、悪く言えばなんだ、何そんな急いでんのみたいなね、めちゃめちゃ超高速、まあこの高速回転は多分日本一だっていう自信があるんですけど、まあそのくらいの、感覚でね、イベントで実はやっているんですけども、今回はね、もう毎回出走のたびに KV とか、あと回転数のねチェックを間に入れて、すごいゆっくり、まあ、人数も少ないですが、まあ、それでもね、その長くはない。会場が9時で、まあ、おそらく終わるのは3時4時にはね、多分終わると思います。でエントリー費は1000円なんですけど、もちろん女性小中高生は無料です。終わった後ね、閉店までそのまま遊んでいただけますのでね、まあ、そんな感じでのんびりと遊びに来ていただければいいかなと思いますので、まだ枠はね十分余りすぎてますので、もしよろしければね、まあ、ただ少人数になると思いますけども、のんびりと楽しい時間を過ごしたいと思いますので、ぜひよろしければね、ご参加お待ちしております。皆さんこんにちは、ガガの高橋です。今日はまあこれはね、広坂まさみさんのこう早くなる講座みたいなのをね、見たことある方なら必ず見たことあると思うんですけど、私もね、まあ私はもう3000番煎じぐらいですけど2番煎じどころじゃない、3000番煎じぐらいですが、でもね、まっすぐの大切さって、まあ自分ではすごい気づいてるつもりでいるんですね。でまっすぐ走るのって本当に難しいんですよ。であんまりね、やったことない方とか、サーキットで走ったことない方って、まっすぐなんてね要は手離してりゃまっすぐ走るじゃんって思うじゃないですか。ところがね、そんな簡単じゃないんですね。まずね、立ち上がり、コーナーの立ち上がってから当然ね、ストレートっていうのがあるわけなんですけど、立ち上がった時にハンドルをスッと、ね、コーナーにコーナーの R の立ち上がりに合わせてスッと戻せてないといけないんですね、まずはね。その戻した節、タイミング、場所、そしてその後まっすぐを走るわけなんですけども、この補正ってラジコンカーね、まあ上級者の方ならね、当然分かってらっしゃると思うんですが、このハンドルね、1ミリいいですか、1ミリ動かしたら車はストレートなんかもうガーン行っちゃいます。本当です。実はそのぐらいナーバスな操作が必要なんですね。だから初心者の方とかが走らせると、フラ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 と
ね、まあ初心者だけじゃなくて結構まっすぐも走るようになってきたっていう中級者の方でも、まあ、よく見ると結構フラフラしてるんですね。で、まっすぐ走る、なぜまっすぐ走る必要があるのかっていうのに私は2つの意味合いがあると思うんですね。一つは、まあ、まっすぐってね、すごいシンプルな考え方なんですけど、直線がね、うちの例えばインドアサーキット直線30メートルなんですね。30メートル、あくまでまっすぐ走って30メートルなんですけど、それがちょっとふらついたりすると、それがね、30センチ40センチ長く走ることにつながるわけですね。なので当然これはタイムを削るっていうのは距離を削る、まあ、いろんな削る方法あるんですけど、まあ、一つには距離を削るっていうのもすごい大事で、まっすぐ走れる人とそうじゃない人ではその差が出てしまう、ね、これは分かりやすいことですよね。もう一つはまっすぐをふらつかずに走るっていうのは、さっき言ったようにもうね、本当に1ミリ以内のこのプロポの操作を正確にできるかっていうことになるんです。これはつまり基礎技術が高いかどうか。例えばコーナリング中のね R って、これもね、また引き合いなしで申し訳ないんですが、初心者中級者の方だと結構ね決め切りしちゃうんですね。パーンってこのくらいかな、パーンって決め切りするんですよ。まあ特に最初のやつってもう全開切りですよね。カーンと全開切りするんですけど、それでフロントアンダーを出しながらスロットルを調整するっていうのが、まあ、上級者直前の中級者ぐらいの方に結構 見られるね、走りなんですけども、実は本当に上手になってくるとコーナー中も当然ね補正修正してるんです。でその時に、まあ、直線もそうなんですけど、その補正っていうのはすごい細かいもん ね、めちゃめちゃ細かいんですよ。だからコーナーを R をね丸く回ってるように見えて実は補正をずっとしてますし、コーナーの継ぎ目なんかでもね、コーナー立ち上がってからえいって次のコーナーにえいってやるようじゃ車がえいえいって振られてすごい大きな挙動をして動きは無駄になっちゃうんですね。ところが上級者になると立ち上がりでハンドルをスッと戻して、また次のコーナーに入る前にはスッと入れてスロットルをギュッと入れながら荷重を後ろにスッと乗っけてウイッというね、もうとても美しいラインを描くことができるんです。ですので、まあ、コーナーはね特に難しい、実は難しいんですけど、いろんな兼ね合い、いろんな状況、路面状況によって、その例えばねいつもそんな走りするわけじゃなくて、めちゃめちゃ路面が一気に落ちてしまった時なんかもう曲がらないからカンカンカン、わざとねフロントカンってやってフロント荷重乗ってステアリングブレーキをかけて強引に向きを変えるっていう極端な、それはあくまで極端な状況ですけど、そういう場合も絶対ないわけじゃなくて、でも基本的なイメージとしては細かい補正が必要なんですね。なのでストレートなんかでもしね、ストレートの練習、まっすぐ走る練習して、その細かい補正っていうのはもしできるようになったらですね、これはすごく意味のあることで、まあ、それはまあスロットルも言えることですね。スロットルもちっちゃいところをキュッキュッキュッと使う、これもやはり一つ、これもね何度も引き合い出しますが、初心者の方ですとやっぱりね0か100、ね、中級者でもそうですね、0から50ぐらいまで飛んでるかな、だいたいちょっと合わせるつもりでも半分ぐらいまで握っちゃってますし、2段階3段階ぐらい、ところが上手くなればなるほど無限大に挑戦します。もう本当に触ったか触らないぐらいのところ、ハンドルも触ったか触らないところっていうのをね、器用に使うようになります。でこのハンドル操作、ね、スロットル操作見てても結構ね、上級者見ててもね、例えば、ね、今ツーリングのトップドライバーの秋尾くんなんか見ててもね、もうパカッパカッと来てるんですよ。パカッてか、ゆっくりね、ゆっくりスースーって来てるんです。それは研ぎ澄まされた精度と経験と感から、そのベストな進入タイミング、切り始めの速度っていうのは実は絶対補正してますし、まあ、あとタイプ的にはね、ずっとプル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 っていうタイプもいます。手が震えてるのかなって言ったら震えてるわけじゃなくて本当に補正してるとっていう方もいます。それはどっちが正解とかじゃなくて、まあでもどうでしょうね、競技のツーリン、ハイグリップのツーリンカーですと、まあ多分ね一発で決めれるスースーっていうのは当然ね、ベストなのかなと現時点でなんとなく思う点あるんですけど、まあそこに至るに
して、もうとりあえず本当に初動の細かい操作っていうのはすごい必要になってきますので、もしね練習走行でサーキットなんかでサーキット行く前に、じゃあ例えばね駐車場で練習したいっていう場合でも構いません。どういうところを鍛えたらいいか、これ分かりやすいところですね。初心者と上級者の大きな違い、それはもう触ったか触らないかのタッチ、ここをね部分をうまく使って走らせてるか走らせてないかっていうところにね、きっと差があると思いますので、ぜひそこを使った練習、一番手っ取り早いというか分かりやすいのは直線をまっすぐ走る練習。本当にスパッとまっすぐ走るにはものすごい、これただね聞いててんと思う、もしねベテランレーサーの方いらしたら思うと思うんですよね。そんなこと考えてないなって思う部分あると思うんですけど、やはりね人間研ぎ澄まされてくると、まあほとんどねステアリングほとんど触らなくてもまっすぐビシッと走れる、すごい集中力とこう入り込むって難しいな、まあそういう時があるんですね。本当にこう本当にね感じるわけないのに G を感じたりとか、もう何センチ単位で動かすことっていう状態っていうのは実はあるんです。まあこれはまたねおいおい話しますが、まあそこに至るにしても、いずれにしても本当に細かい初動の動作っていうのはすごい必要になってきますので、ぜひまっすぐなんかをねまっすぐ走る練習してもらうと、まっすぐが上手くなるだけじゃなくてコーナー中であったりコーナーの切り返しなんかもすごく上手になると思いますので、ぜひやってみていただければいいかなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。